予選競争第3レースのメンバーが水面に登場。1号艇香川の浜野斗真、2号艇福岡の瓜生正義、3号艇福岡の塩田北斗、4号艇大阪の松井茂、5号艇香川の森高一馬、6号艇佐賀の宮地元樹、以上のメンバーです。今1号艇浜野斗真が入ります。芦屋周年は初参戦の浜野、当地の G1 初白星を狙います。浜野陰線2コース2号艇瓜生正義、ポイント8位に並んでいます。ここが1走目。3コース3号艇の塩田北斗、この後の後半へ望みをつなげたいところ。2コース3コース地元の2人、そして4コース稼働、初日連勝船での4号艇松井茂、現ポイント 7.00 をマーク。5コース5号艇森高一馬、リズムはじわりと上向き、そして大外チルと跳ねています。6号艇宮地元樹、体型は3対3です。進入コース内側から1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。予選競争の第3レース、1番2番そして5番と出ていきます。逃げる1号艇の浜野斗真、5号艇森高がまくっていった。そして2番3番向正面、5号艇の森高のまくりが決まっています。スタートは前提正常でした。5コースから一気に行きました。先頭5号艇森高です。その後ろ2番手は他5艇がもつれて2マーク。先頭で5号艇の森高一馬、2番手握った3号艇の塩田、内側から6号艇の宮地、差して入った2号艇の瓜生、2番手は3号艇の塩田、2号艇の瓜生が3番手。レースは2周目と入りました。先頭は5号艇森高一馬、2周1マークから向こう正面、そして2番手が3号艇の塩田北斗、3番手2号艇の瓜生正義、2番手3番手詰まりました。3号艇の塩田の内側から2号艇の瓜生が詰めにかかって、さあ2周2マークの攻防戦、焦点は2番手の争いです。内側から2号艇の瓜生が先行する。3号艇の塩田握ってホーム側どうか、2番手は3号艇の塩田が1本前、内側からまだ僅差2号艇の瓜生。レースは最終周回へと入りました。先頭構想は5号艇の森高一馬、まくり一撃でした。最後のバックへ、さあ2番手2号艇の瓜生が内側から先行した。刺した3号艇の塩田と最後のバックへ、2番手は2号艇の瓜生、3号艇の塩田、地元の2人が競ったまま、内に3号艇の塩田、アウトが2号艇の瓜生、一歩強め。最終コーナーです。先頭5号艇の森高一馬、嬉しい初勝利。さあ焦点2番手2号艇瓜生、3号艇の塩田、競って最後の直線コース、2番手はどっちか、並んでいる、わからない、まもなくゴール。先頭5番五輪、2番3番の順で五輪、1番6番4番五輪、以上前提ゴールインしました。第3レース1着となりました、5号艇森高一馬選手です。お疲れ様でした、はい、見事なまくりでした。いやいや、まあ、展開が中へこみやったんで、ではね、そのレース振り返っていきます。進入内から1、2、3、4、5、6森高選手5コースその中へこみのスリットの中ゼロ台のスタート行きました。見え方どうでしたか。いや、まあ、ゼロ台言うても多分10入ったぐらいやと思うんですけど、気に行きました。今日は感触どうでしたか。ちょっとペラやりすぎてちょっと回転が足らん感じはしましたね。連日整備も行っているんですが、ここもまた部品交換してきました。まあ、スリーブとピストンを元に戻しただけで、まあ、キャブが変えてからちょっと用になったかなっていう感じはします。なるほど。昨日そのキャブレターの交換があって、そうですね、上向いて、で今日の部品というのは初日のものに戻したという感じですか。そうですね、もともとついてた スリーブとピストン、はい、現状だと改めてなんですがどんな船足ですか今は。まあ、そんな言われるような足ではないですけど、まあ、なんとか勝負になるかなっていうところにはいます。その勝負ね、後半ですもう一勝負残っておりますので、では最後もう一言お願いします。まあ、後半も頑張ります。森高選手でした、ありがとうございました、はい、第3レース競争成績です。
1着5番森高和馬選手、2着2番瓜生正義選手、3着3番塩田。